9月の27日にキラキラフラダイヤとために下北さん、本田劇場でわっしょい、もうシュシュッと裏声でね、ワッショイコンサート、はい、歌って歌って大行進に出演しまーす。シュシュッと産地を高田秀明と松本里香と大西洋平です。はい、はい、今日はですね、下北沢のバラックブロックカフェというですね、私の親戚の方がすごいなぁ、だって世界中の人がみんな親戚でしょ。いや、ね、本当になんかね、本当に親戚なんだよ、親戚なんだよ、親戚なんだよとか、あと友達なんだよとか、すごい多い。下北沢駅前ですから、ね、でちょっとですね、今日はあの打ち合わせということで、バラックブロックカフェにお邪魔してですね、はい、9月の26日に読み聞かせ、そして9月の27日に、僕ら3人でですね、あのすぐそこにすぐそこにある下北さん本田劇場でアリソンコンサートを、歌って歌って大行進に出演しまーす。本田劇場ってあのお芝居とかで私がもう10代の時からお世話になってる劇場なんですけど、コロナでね、いろいろ大変だっていうことでフェスみたいなことをやりたいって、みんなでこう盛り上げるってことをやりたいっていうことで呼ばれたんですけれども、いやいや、もうなんと言ってもマシン戦隊キラメンジャー、今をときめく、今歌ってる、まさに今をきらめくキラメンジャー、主題歌を歌っている大西洋平、そして素晴らしい、どうやって歌ってるの、どういうことですか。ちょっと最初の入り口どんな感じ、ちょっと歌ってみて、キラキラ輝くためにですね、あ、爽やかな感じだ、全部裏声で20信者はもうバッチリね、バッチリバッチリいきますよ、僕ももうわっしょい、もうシュシュッと、裏声でね、ほうほう、子供たちにね、喜んでもらえるような配信を本田劇場さんからお送りできたらと思いますので、そうですね、生配信になっております。詳細はですね、本当にこれから詰めるという感じなんですけどね。そうだね、もでもほら、1ヶ月後だから、ね、もうすぐです、もうすぐ、ぜひ、ね、もうすぐ違う、1ヶ月後だから時間あるよって言いたかったんだけど、もうすぐっていうから、もうすぐってなっちゃった、というものだからね、今1ヶ月後、まあそうか、まあそうですね、そうですよ、そうなのか、そうそうそう、でもそうですね、夏は特にあっという間に感じないですか、感じる、はい、そう、私一人じゃん、ずっとだから時間が長い、持て余しちゃう、ごめん、あのお酒も出てないまだ早いですからね、時間も。これから打ち合わせですからね、楽しく元気にみんな、あの子供たちに元気をね、はい、あの与えられるような楽しいライブを、はい、そうだね、まあ無観客で生配信っていうことなので、オンラインでみんなにどんなものが伝えられるのか、だけど配信になってるから席もさ、多分一番前で見てるような感覚になると思うんですよ、はい、だから特別感っていうか、そういうので楽しんでもらえたらなってすごい思ったりします。なんかオンラインならではの楽しみ方があるんじゃないかな、うん、なんかこれなかなかなかったもんね、そうありそうでなかったと思う、うん、そうそうそう、子供向けにね、こういう配信、あ、そうですね、僕自身も初めてだし、なんかみんなでなんか面白い楽器とか使っても面白いかもね、あ、またなんかそんな思いつきでいや、なんかさ、とかそういうやつ、なんか面白いやつ、パソコンの前とか、だからあの見て、子供たちもなんかその家の何かで音立てられるもので一緒に遊ぶとか、なんかそういうのもね、結構身近なっていうか、なんだろう、寄り添えるようなオンラインやみたいな、と思わない、そうですね、カスタネットやりましょう、カスタネットこう立てないけどね、こうだからこれはパクパクしてるんですこれから、はい、本田劇場さんの行って打ち合わせをしていきますので、26、27、26はね、読み聞かせだよね、はい、26は私が朗読、一人で朗読して、菊池亮太君にピアノ弾いてもらって、はい、それをやりますけれども、はい、27日はもう3人が元気、爆発、炸裂、はい、よろしくお願いします、ありがとう、
来るの初めて。なかなかね、大抵はそうお客さんとして来たことある気がする。その映像出さないときはもうあの白いままなんですけど、でも照明だけだね。で、映像出さないときは、ホリゾントを